俺にもう一度10番くださいって。今日から練習には参加しなくていい。もう輝きないし、選手として。河野篤彦、彼まだ現役だったんだ。面白いと思わないか。捨てるように出て行った古巣のチームに戻ってくるんだ。竹岡社長に直談判したんだろ。もう一度10番背負わせてくださいって。なぜ昔出て行ったチームに戻ってきたんです。そのまま引退しようとは思わなかったんですか。それにここにいる全員誰も納得してませんから。この人がうちの10番つけるなんて。これは戦うことを選択した一人の男の静かなしかし内なる熱い思いを描いた魂の物語である。映画 U31 2016年夏公開。